ート日本プロジェクト in 静岡県推進リーダーの真由美です。静岡県には多くの美しい海岸があります。豊富な観光資源に恵まれ、県内外から多くの観光客でにぎわっています。そんな美しい自然環境を守るため、私たちは海洋ごみ削減のため様々な清掃活動を行ってきました。5月30日から海ごみゼロウィークとして海洋ごみ削減に向けた清掃活動が行われました。熱海市では熱海ビーチクリーン実行委員会が海岸と海底のクリーンアップを行いました。当日は県内外から多くのボランティアダイバーが集まり、海に潜り海底のゴミを拾い集めていきました。これからの缶ゴミが去年までは多かったんですけども、今年はまだ少なくてよかったと思います。やはりその釣り具ですね、竿とかが多かったと思います。この日およそ1トンのゴミが海底から拾い上げられました。一見美しく見える海でも、海底には多くのゴミが捨てられているのです。浜松市では浜名湖周辺で600人以上がゴミ袋を手に、木の枝やタバコ、プラスチックゴミなどを拾っていきました。今そのプラスチックゴミの問題が世界的に騒がれてますよね。まあ、その関係はすごく気になってたので、まあ、少しでもお役に立ててもいいかなという感じですかね。伊東市ではゴミゼロ運動を開催。いつまでも綺麗な伊東の海を守るため、地域住民300人が参加して海岸を中心に清掃活動を行いました。発泡スチロールの細かくなったようなやつがやっぱり風で飛んできてるせいか、角によく溜まってますよね。さらに静岡市では大浜ビーチフェスタイベントで清掃活動が行われ、参加者は今まで以上に海洋ごみに対する意識を高めているようでした。7月シーズン到来、多くの観光客でにぎわう海岸。海と日本プロジェクトでは静岡海洋ごみゼロ対策の一環として、伊東市で行われる安心祭にてブースを出展、市民や観光客に向けて広報活動を行いました。熱海市では海のごみ問題について学んでもらうため、深海魚ミズゴの解剖を体験しました。皆さんにこの胃袋をこうやって触ってもらいます。そして何が入ってるんだろう、中に入ってるものを潰さないように優しくこうやって指の先で触ります。青触ってない、青触ってない、青触ってない、なんか入ってる、青周り、はい、はい、次で、青は一番、はい、水魚の胃袋には何が入っているのでしょうか。今から胃袋を開きます。ゴミが出てくることを期待しちゃダメだからね。ゴミが出てきたら大変なことなんだからね。出てこないのが正解だからね。ミズウオの胃袋からは餌と間違えて飲み込んだビニールや新聞紙が出てきました。このミズウオがもし10匹ねいたとしたら、そのうちの7匹のお腹の中にはこうやってゴミが入ってるよっていうことなんですね。今の深海の海では、だから、こういう風なね、魚が自然の中で暮らしている魚がゴミを間違ってでも口の中に入れない、飲み込まないようにするためには、陸上に暮らしている私たちがこういうゴミをね、自然に出さないようにしなければならないと思うんですね。ビニール袋とか出てきて、その中にはお魚、人間のゴミが入ってるっていうことがちょっとかわいそうだなって思って、ね、びっくりしちゃったね。海なのにヒントゴミを捨てないんです。子どもたちは水魚から海の現状を学ぶことができました。伊豆市の踊井海岸では、県内を中心に寿司店を展開する沼津魚河岸寿司グループの方々が海岸清掃を行いました。
海の恩恵をいただいて生活させていただいているわけですから、次世代にこのきれいな海を残すことを目的として来ました。目に見えるゴミもそうなんですけど、細かく小さくなってしまったゴミなんかを見ると無数にあるので、まあ、これは続けていかなければいけないかと思ってます。今年は台風が県内にも多大な災害をもたらし、海岸には多くのゴミが漂着しました。熱海市のビーチクラブでは、海岸で回収されたゴミがどのような場所から流れ着いたのかを学ぶビーチコーミングを行いました。ゴミはどこから来るのか、それをね、ちゃんとビーチコーミングと僕ら言ってますけども、拾ったゴミを全部広げて、どこにどういうゴミがあったか、そのゴミの物語をみんなで確認する。で、街の中でゴミを捨てないでねっていう捨てない気持ちをね、作る活動をね、熱海ビーチクラブはやっています。現在問題になっているマイクロプラスチック、回収が困難な5ミリ以下のプラスチックのかけらを魚などが摂取することで、生態系への悪影響が懸念されています。参加者は砂浜に混ざっているマイクロプラスチックを集め始めました。普段は結構サンビーチはきれいにしているからそんなにゴミないんだけど、やはり他からね、台風の時とかで川に出たゴミが回ってきちゃうっていうのは一番すごいかなと思いますよね。今まではもうビーチクリーンの時にはこういう小さなゴミ取らなかったんだけど、今このマイクロプラスチックのことをしてしまったら、これはもう取らなきゃいけないなっていう、このサイズになっちゃうとね、もうなかなか取ることできないんで、それが結構大変だなって思ってますね。マイクロプラスチック以外にも細かくなる前のプラスチックゴミも多く集まりました。もうまさに分かりやすいのはこういうね、魚市場のカゴですよね、これね。これがどんどんバラバラになってって、細かくなってって、もうどんどんこういう風になって、最後にはこういうマイクロプラスチックに変わってしまうっていうねものですね。すごく多かったのが実はこの発泡スチロール、発泡スチロールがめちゃくちゃ多くって、ね、これがもうどんどん削れていく前の過程、角がどんどん丸くなって取れてって、擦れてどんどん細かくなってってマイクロになっていっちゃう、なんかいっぱいペットボトルとかそういうのがあったから、一年にそういうのは気づいたらゴミ箱に捨てたりそういうのをしたなと思いました。参加者はより一層海のゴミ問題に関心を持ったようでした。綺麗な海や海岸を次世代に引き継ぐために、私たち一人一人が海洋ゴミの問題について意識し行動していくことが大切なんですね。海と日本。